エジソンよ、おめえ科学とかいう変なもん作ってんだってな。街中の噂だぜ。あいつ頭がおかしいってよ。一人で変なもんばっか作ってっと、ろくな大人になんねえぞ。お前たちなんかに言われたくないや。なんだこのガキが。そりゃそうだ。もう一つ言ってやれよ。科学はすげえんだぜって。ゴーガリバー。でもな、俺様はもっとすげえぜ。ガガーエラッエラッだ。くそばかドラオラ！ドラ！え？ハンド！お？セレア！こら！またガリバーね！どうしてそいつもいたずらばかりしてんじゃん！やめと！あらっと！相変わらず足が遅えな。や、闇に住む魔物たちだ。なに？ダリバ気をつけて。わかってるよ。こいつは人間の魂を食うんだってな。だがな、魔物が怖くって人間やってられっかよ。逃げるぞエソン。こっちだ。今度はお前の科学の番だぜ。オッケー。急げエジソン。お前との気合った逃げ場がねえぜ。わかるかよ。ねえ飛ぶよ。くそ、きつけんだよ。飛んだぜ。ダメだ、足を掴まれた。あ、嫌な音。そのレバー自爆装置。そんなもん知るかよ。下見ろよ下を。またガリバーか。いくらお前がトスカーニ家のお坊ちゃんでも、ベニスの文化財を破壊した罪は重いぞ。今度という今度は国外追放だ。え、そんなこんちくし